仕事17時までにやりきる。おい頑張ってくれよ。よし、さあ進め。すげえ、小野の本線に負けると進めねえぞ。気にしなくたっていいよ。何だかこの頃気味悪いんだ。はい、はい、船は1年の半分は走っとる。で、あとの半分は港にいるわけですな。その1割だけ200時間がはかどれば、それだけ出版が早くなるのだ。つまり何十万トンという船を新しくこしらえたことにもなる。まあ我々が船をこしらえたというようなもんだな。なるほど、200というものは大変なことですな。知りませんでした。この独身寄宿者なども、荒くれ者が暮らしに苦労をしないで、この二役に成功を打ち込んでもらうためですよ。まあそのつもりで、もう一苦労願われませんか。で、この大の字になって我が家のように暮らせると、まあ、そういう設計を願いたいのですが。お話を伺ってよくわかりました。じゃあもう一度やり直しましょう。どうぞ願います。ちょっと。どこかへ託事情を一つ付け加えたいと思うのですがね。あ、綾子。はい。娘呼んでくれ。これなどもね、小さな子供がいるので思うようには働けないのですな。え？小さな子供と言ったって弟ですよ。まだ結婚前だ。はい、はい、関根です。え、大阪へ応援隊を80人。うん、いや、ちょっと待って。お嬢さん、社長さんがお呼びです。あ、でも今ちょっと忙しいんだけど。なんか託児所のことで建築の方が待ってます。あ、そう。じゃあ私今すぐ行くわ。どうもありがとう。あやちゃん。お嬢さん、この頃小野さんとバカに仲がいいわよ。知ってんの？そんなことないわ。みんなが評判してるわよ。そんなことないわよ。これお願いします。おい、田中、大阪から協力隊を送ってくれって言うんだ。いつですか？いや、早い方がいいんだ。何人くらいですか？80人だ。80人。この人のうちの後なく追われてますから。いや、それはこちらも困るだろうが、向こうの方が余計困るんだから。木下まだ帰らんか？まだ帰ってきません。よし、帰ったら知らせてくれ。はい。うちの親父も困ったもんだな、言い出したら。
くりだからな、おい。何心配やめよ、今日中にきっとあげてみせな。おい、大丈夫か。宮川、どうした？足の傷はどうした？どうした？おかげさまで、すっかり良くなりました。それはよかった、よかった。おい、おのおの、ちょっと待てよ。今日はうまくあげたね。本店の喜劇が良かったんですよ。ご苦労、ご苦労。尾形、明日休ませていただきます。教室の方が忙しいので。どうも。おお、お前たちは百姓やるんだね。よし、わしの方が暇になったら応援隊を出そう。あれ、どうぞよろしく。ご飯、今日中に上がるかな。オーブン能率が落ちてます。昔あんな班じゃなかったんですな。あんなに仲の良かった小野とどうして仲が悪くなったのかな。小野班16名お願いします。はい。小野さん、ちょっとお話があるんだけど。さっき危なかったな。後半15名。社長の娘のお気に入り、20代で班長さん。3時過ぎりゃ赤社長か。おい、あんまりくだらんこと言うな。俺が言うんじゃないんだよ、噂だよ。余計なこと言うな。何つったっていいじゃないか。しかし、兄貴のことをああまで言われちゃ春も取ったいな。おい、ほんとだよ。俺はそんなこと気にしないよ。し
ひどすぎるわ。なおい。うん。じゃあ、君何つってたんだよ。え杉山。だから何つってたんだよ。キース。風呂行こう。あ、行こう。いや、おかしいやつだな。おい。俺、隣の木下さん行ってくるからな。はい、さあ、どうだ。それから帰りに青年隊もやってくるぞ。はい、はい。お、こっち、ちょっと待て。ダメ、ダメ、ダメ。ダメだな。家が。ダメ、ダメ。早くしろ、早く。ちょっと待て。ダメだよ、待ってなしだよ。うんだよ。これは空気がいいじゃないか。トレイじゃないか。ほんで、これでいいんじゃないか。これで釣りや。あ、ふん。ごめんください。誰？あ、おのです。あ、おのか。じゃあ、入れよ。おい、どうだ、一つ。え？配給の酒いいんですか？困るの、私じゃないからね。どうぞ、いただきます。ごめんどうですが、これ、今月の貯金です。お安いぞよ。こうやってみんなが貯金するの見ると、昔思うと嘘みたいだね。この人なんか昔は飲む、打つ、買う。ねえ、ケンさん。あんたのおかげで部屋の気分が良くなって本当に助かるよ。いや、みんながよくやってくれるんですよ。いや、ご時世だよ。近頃は喧嘩一つないからな。ねえ、監督。どうもこの頃、小野藩と須藤藩が。やっぱりね。おい、小野。まあ、本当に心当たりじゃないのか？社長も心配してるんだが。わしも昔のように仲良くなりたいと思ってるんですが。いけねえ、あんな野郎と付き合わない。なぜよ。小野さんはいい人よ。あたし好きだわ。バカ野郎。お父さんだって今まであんなに褒めてたんじゃないの。おやすみ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 。いい子だな。ごまかされてたんだよ。あの野郎は義理人情をわきまえねえ野郎だ。ごますりだよ。しみったれだよ。嘘よ。ひどいわ。あや、あの野郎と付き合うなってのはな、おめえのためなんだぞ。あの野郎は社長さんの娘さんに取り入ってるんだよ。なんてことおっしゃるの。ごまかされてるんだよ。あの娘さんは元川上親分の息子さんの敏夫さん、あの人と一緒になることになってたんだ。知らねえだろう。親分は社長さんの仇だったからな、俺は隠してたんだ。だが俺は社長親分に引き立てられた男だからな、敏夫さんのことはよく知ってるんだ。ところがあの娘さんも白状じゃねえか。親分が死に、一家が東京へ移ってしまうと敏夫さんともそれっきりだ。そんなことないわ。小野の野郎は初めからの戦いきさつをすっかり知ってるくせにしやがって、いさめるどころか帰って娘さんに取り入ってよ。嘘よ。今朝も娘さんから手紙もらってるよ。渡そう、渡そうな。それも嘘。バカだな、おめえは。おい、あんまり隣のうち遊びに行っちゃいけねえよ。小野さんの姉さんとこ。当たり前だよ。お父さん。おい、なんだい。お前兄さん、いい人だよ。いい人ね。残念だね。子供は正直よ。バカ野郎。うん、そこよ。ここ。うん。こんばんは。おや、いらっしゃい。すみへれな。この子で助かるわよ。姉さん。今日危なかったってな。どうかしたの。うん、なんでもないよ、そんなこと。はい、ありがとう。もういいの。おお、楽になったよ。あ、いいのいいの、後で母ちゃんやったら、うん。そう。姉さん、いくでも言うようだけど、軍事工場の方へ勤めたらどうだい。姉さんまで兄貴のようになっちゃ、すみはかわいそうだよ。もうよしよ、ケンちゃんらしくもないの。この仕事は人手が足りなくて困ってんじゃないの。それに、あの社長さんに使われてれば、どんなことがあっても安心してられるし、親も泣かし、亭主も泣かし、私にはこれが一番性に合ってるんだよ。でもケンちゃんだってそうじゃないか。他から話があったって、俺は泣かしで通すんだ、玉運びをするんだっていつでもそう言ってるくせに。そうだったな。もう言わないよ。姉さん、ん、これ今月の。あ、そんな心配いらないんだよ。私ちゃんと一人でやっていけるんだから。この子の教育費じゃないか。スミは5年間一番で通してる子じゃないか。なかなかできないことだよ。女の子だって立派にお役に立つ人間にしなくちゃね。そうか。じゃあ、ありがとうよ。いただくよ。だけどね、ケンちゃん、俺は金いらないよ。んなことないよ。だって付き合いだってあるしさ。それにもうもらわなくちゃね。隣のあやちゃん分かってるよ。俺はもう帰るよ。
あれいいじゃないの、もっとゆっくりしてた。うん、俺青年団行くんだよこれから。そうかい。喧嘩やるぐらいなら一つも荷物よけあげな。当たり前だ、俺だってあげろ。おい、出しましょうか。と訓練ならやろうか。おい、待て待て、今どこへんだ。うん、訓練だろ。おおい、僕エンジン出てないんだろ。早いのね。もっと訓練しなくちゃいけないな。で、なんだい。話があるの。お父さんのことなんだろ。言っちゃっとくんだな。小野さん、お父さんがあんたと付き合うんだって。気にするな。違うのよ。あんたけさ、お嬢さんから手紙もらったでしょ。うん、もらったよ。何の手紙。他人の手紙だよ。他人って誰。年尾さんからだよ。おい、取った。 あっちですよ。よし、おかみさん、何だい。本当にしょうがないわよ。行きなさい。またいつもの癖が始まって喧嘩始まったのよ。しょうがねえな、あれほど言ってあるのに。あんたのファンの人たちだよ。あ、どうだ。まあ、お前ら喧嘩をやって待って。兄弟分なんてこと多いからしたの昔のことじゃないか。何のために公安に関係のある一切の会社がこれまでの戦いきさつや因習を捨てて団結したか知っているか。まあ日本はモルカストルカの時だぞ。わしたち中市の男が立つも立たぬという時じゃない。聞こえるか。お前たちが荷役を済ませて今船は出ていくとこだ。俺たち男の意地はあの船を一刻も早く港から出すこった。それが俺たちの意地だ。わかるかい。わかりました。申し訳ありません。よし、じゃあお前行け。はい。おい、お前も行け行け。小野、どうだった。はあ、一言もありませんでした。しっかりやってくれよ。はい。なんでもないんだよ。おい、飯にしようか。おい、みんな飯にしよう。あやちゃん、お前なんで物を嫌うんだ。まあ、こっち来い。分かっているぞ。お前、物を不人情な逃げだと思っているんだろう。え、ごますりでわしの娘にも取り入ってると思っているんだろう。誰がそれ社長に。毎日お前たちと一緒に暮らしているんだ。そのくらいなことは筒抜けよ。お前だって大勢の人間使っているんじゃないか。小野がそんな不人情なごま祭りだったら、おい、この成績上げられるか。お前見に、お前これ。いや、うちの娘だって小学校の1年の自分には小野に手を引かれて学校へ通ったもんだ。いいじゃないか、仲良しだって。すみません、小野のことでも社長にご迷惑はかけません。あ、ちょっと待て。どうだ、協力隊で大阪港行かんか。
変わった土地で働きはくだらんこじれなど吹き飛んでしまうぞ。わしが。ああ、そうせそうせ。おい、何してるんだ。太郎を腹すかして待ってるぞ。あやちゃん。え、あのこれ太郎ちゃんに持ってってあげてよ。いいのよ。あやちゃん、何膨れてんだよ。まだあの手紙のことにこだわってんのか。あら、もう何でもないんだよ。今度は何笑ってんだ。あんたのんきね。ああ、生まれつきだよ。そこじゃないわよ。いいよ。あんたのことどんな噂が立ってるか知ってんの。噂なんて本当のことが勝つもんさ。それもそうね。さあ行こう。あやちゃん、仕事だよ。精神だよ。あ、奥さんが帰ったよ。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 奥さん。社長さん、寮母です、うん、内地のこと何も知りません。よろしくお願いします。おー、よくおいでだ。君の人はたくさんいるから心配いらん。うちの方は達者か。はい、とっても喜んで社長さんにお礼言ってました。村中の者がみんな羨ましがってたくさんたくさん来た言ってます。そうか。あ、これ朝鮮の土産。皆さん多くてこれ足りないな。ボクさん、よかったな。金君。あ、金さん、こんにちは。いや、ボクさん、よく帰ったね。おめでとう。あ、ありがとう。金さん、お父っつぁん帰ってほしいって言ったぞ。社長さん、金のお父っつぁん体が弱くて、金に嫁さんもらって孫の顔見たいって言います。おい、金、国一平帰ってくるか。嫁などまだ早いですよ。金君、お父さん体悪いって言うじゃないか。ねえ社長、一度帰ったら。班長、仕事を捨てて帰れないです。社長さん、わし来年は兵隊です。それまでは帰りたくありません。そうか、よし、お前が兵隊に行くときはうんと盛んに送ってやるぞ。ありがとうございます。偉いなあ金。社長さん、わし明日からうんとうんと働きます。僕、うん、お前の住宅は261枚だった。明日休め。いえ、働きます。いや、その元気だ。お前の班は明日大阪港行くんだ。お前行くか。はい、行きますぞ。働かせてください。挺身隊ですか。社長、わしらの班も行かせてもらえないですか。いや、お前は次だ。いいか、この戦況の切迫しているとき、飛行機を作ることも、軍艦を作ることも、みんなお前たちの200能率以下にあるのだ。分けてこの大阪港は非常に重大な港だから、規則正しく最大の能率を上げて模範とならなくちゃいけないぞ。後のことはわしが引き受ける。心配せずに行ってこい。元気で行ってこい。第一班は前のトラック、第二班は後ろのトラック。分かれ。お
い元気で行ってこいよ。おかず、男の子の産んだぞ。いや大丈夫だよ、あたがついてるから安心して行ったんだ。おい、お前は最高だな。心配だよ。役の合間にみんなで始めてね。ほう、えらいもんだね。お、俺らも手伝おうか。いいよいいよ、せっかくの休みだもの、休んだ方がいいじゃないか。いってば。あら、けど、さあ、今日はうんと働くぞ。おはよう。おはようございます。少し褒め休みすりゃいいのに。いや、早起きが癖になりましてね。どこ行くの？これから百姓の手伝いに行くんですよ。変わったもんだね。姉さんも行きますか。あ、手伝おうかね。おい、自宅しろよ。俺本当に腹が痛いんだって言ったら、くずぐすんな。本当に痛いんだよ。さあ、支度ができたら出ろよ。はい、はい、寝る分忘れんなよ。はい、元気がいいね、みんな。こんな安い報酬で。何？何？もう一遍言ってるわ。お前向こう行ってる。男として恥ずかしいとは思わないのか。班長、すいませんでした。ありがとう。この献立なかなか評判がいいぞ。ああ、お前今暇があるんだろ、ちょっとおいで。この間の縁談？おう、あれはいいじゃないか。お前には過ぎた男だぞ。どうだ？私、結婚なんて、ね、お兄さん凱旋してからにしてちょうだい。お前そんなこと言って逃げる気だろ。私ね、このお仕事をもっともっと続けていきたいの。おい、結婚したからったってできるじゃないか。お前の心がけしとったよ。社長！おう、よし、じゃあよくまあ考えときなさい。え、おい、どこ行く？ああ、村から来る連中のところに手伝いに行きます。いや、わしも明日から応援隊を送るつもりだったが、よく気がついたな。行ってきます。ああ、おお前も一つ手伝いに行ってこい、お役所の。はい、うん、うん、ああ、行ってこい行ってこい。はい、連れてってくださる？ああ、どうぞ。行ってきます。ああ、行ってきます。ああ、おかげで助かりますよ。この予定だと2日で済むよ。気持ちはちっとも変わっちゃいませんよ。そんなに簡単に変わるもんじゃありませんからね。でもお父さんが困るのよ。だから他の人とは絶対に結婚しませんって、親父にはっきりそう言うんですよ。じゃあそうするわ。
随分大きくなったね。もっとも久しく会わなかったからな。で、今日は小野のケンちゃんもいないの？村の手伝いに。お嬢さんも一緒ですわ。お嬢さんって？社長さんのお嬢さん。ああ、ゆみ子さんか。元気？とっても元気ですわ。そう。もうそろそろお嫁行く頃だね。縁談があるらしいのよ。縁談？どこの人？さあ。でも、社長さんとても気に入らしいんですの。ゆみ子さんはどうなの？そう。でも、社長さんとても推しが強いでしょ？相変わらず頑固なんだな。とっても強いの。こら、味は推しが強い？おお、どうした風の吹き回しだ。あ、よく来たね。お母さん、大将か？ありがとうございます。元気だよ。まあ、おかげ。ありがとうございます。どうも、ご無沙汰しておりました。いつ来られるかわからんもんですから、親父の墓参りもありました。ああ、そうか。あ、今夜はまあ、わしのうち泊まってくれ。は。いや、おかげ。は。失礼します。輸送船だってな。そうです。そうか。いや、ご苦労ご苦労。だいぶ男らしい面構えになったな。はははは。いや、親父さんのすねをかじっていた自分では生白かったがね。いや、親父さんといえば、よく仕事の上じゃ喧嘩をしていたもんだった。が、息子を自分の力で働かせるという点では一致しとったよ。いや、おかげで、わしのせがれも、いや、どうやら人並みになれたよ。南の舞台だそうですね。ああ、君らの船の世話になっているかもしれないな。ちょっと見てくれ。あ、何ですか？ちょっと見てくれ。現地から送ってきた。うわ、立派になりましたね。いや、こいつもな。あ、君は有名まだか。は。こんな命がけの仕事をしてるもんですから。ああ、日本人誰だってそうだ。あ、もらえもらえ。で、お母さんを安心させてあげろ。は。どうだ、世話しようか。いや、うちの由美子な。お嬢さんですか？うん。いや、俺も嫁にやるつもりだな。いや、とてもいい縁談があってな。あ、山城親分の娘どうだ。この間会ったが立派になっているぞ。わしが若けりゃ女房でもしたいような子だが。どうだ。あの、久しぶりで、社宅へみんなに会いに行きたいと思うんですけど。そうか。じゃあ、まあ、今晩は泊まれ。それが残念なことに、帰船の都合がありますんで、どうしても今晩中に汽車に乗らなきゃならないんです。そうか。またゆっくり参ります。おお、残念だな。どうしたの？いや、待ってたんだ、今まで。そう、よかったな。いや、どうあっても立つの？よかったな。由美子さん、今まで一緒だったんだけど、友達のとこ行くちって、おい、聞いときゃよかったな。いや、もういいんだよ。会わない方がいいんだ。どうして？じゃあ、何のために来たんだ？でも、親父の墓参りさ。それだけか？それは最初会おうと思ってた。だけど、もういいさ。気はよくったって、かわいそうに由美子さん。なんだって結婚なんか諦めろって手紙出すんだ。それに結婚の話が持ち上がってんだぜ。もう、それは社長から聞いたよ。だからもういいんだよ。自分から諦めたんだからな。子供の時から悪い癖だよ。だけど俺は最近、自分で長生きしようなんて思ってないんだ。前線往来してると、自分だけの生活なんか考えられないんだ。それに前の公開じゃひどい目にあったしね。そら中にだって女いたよ。俺の親だって大怪我で死にかけたし、それに姉さんの亭主が死んじまった。俺だってな。だから敏夫さん、俺は理想的な女があったら結婚するよ。だけどうちの親父は前の社長と喧嘩したしね。もっともこれはうちの親父が悪かったんだけど。敏夫さん、結婚申し込めないのはそれだけの原因か？よし、行こう。社長のとこ行こうよ。やだ。どうして？どうしてだよ。汽車の時間がないんだ。嘘つけ。
じゃあ由美子さんと結婚するのは嫌なのか。切れよ。お、土屋さん。ああ。来てたんですね。本当なの？うん、今の汽車で帰っちゃった。わしらの仕事がどんなに大切かってことがしみじみ分かりましたよ。あんまり荷役がはかどるんで、船の人が休めんちゅうてみんなこうしてましたよ。その息で一つ頑張ってくれ。頑張ります、頑張ります、頑張ります。もうあと一月だ。もう一ヶ月ここにいるんですか。一ヶ月もいるんですか。あと一ヶ月か。おい、なんて顔するんだ。その船はどこ行くか知ってるのか。前線行くんだぞ。すみません、すみません、すみません、みんな頑張ります。タロも来年から学校なのよ。あ、大変ね。でも託児所ができたらタロちゃんも安心して遊ばしておけるんだけど、そしたら子供なるおかみさんたちどんなに喜ぶでしょうね。お嬢さんのおかげね。あら、私なんか、私なんかあやちゃんに迷惑ばっかりかけちゃって。あら、ちっとも。でもね、ずいぶん嫌な思いしたでしょ。やっぱりわがままなのね。小野さんに相談したために変な噂が立ったの、ちっとも気がつかなかったのよ。いいのよ、あんなこと。私そんなはずないと思ってたんですもん。そう、あなた羨ましいわ。どうして。だって何も不平言わないんですもの。
でもこんな時ですもの、不平なんから言ったらもったいないと思うわ。私できることなら何でもやるつもりよ、何でも。あら、私お話に夢中になってすっかりご用忘れちゃったわ。でさよなら。さよなら。苦しい？うん。そう。薬取ってきました。すいません。僕さんのお留守に本当にすいません。いいえ。用あったら何でもおっしゃってください。本当にご近所の方にご迷惑ばっかりかけて。いいえ。遠慮なく言ってください。ありがとうございます。氷だよ。まあ、すまないね。どうもありがとう。さあ、俺お米だよ。まあ、よかったね。坊やは？なんだか具合が悪いんだよ。何か用があるかい？だってお前さん、こ赤ちゃんが待ってるんだからさ、帰っておやるよ。そうかい、うん、じゃあお大事にね。うん、ありがとう。おばさん。あら、玉姫さん。さよなら。まあ、すいませんでしたね、どうも。おや、ケンちゃん。姉さん、あれからどう？ね、お医者さんがね、肺炎になるかもしれないなんて言うんだよ。お金あるかしら？これ、姉さんから渡してよ。だって お前渡せばいいじゃないか、うん、姉さんから渡してくれよ。渡すの何でもないじゃん。下がって渡せ。太郎、どうだい？お父っつぁんの留守に病気なんかにしちゃって。だって君のせいじゃないもの。だってこの雨の降ったと気をつけりゃよかったのよ。急性肺炎だって？まだわかんないんだけど。じゃあお父っつぁんに知らさない間に治すんだな。これで下げてきたんだけど、200円で足りる？あら、すいません。でも、これ使ってもいいの？何言ってんだ。心配するね。すぐ治るよ。何か、協力隊に出せるのは40人か？はあ。それは人少ないな。しかし、精一杯なんです。おはようございます。遅い遅い。おはようございます。ああ、あら、社長さん、ゆうべお帰りになったんですか？今朝早く叩き起こされたんだよ。おはようございます。おはようございます。遅い遅い遅い。あら、社長さんが早すぎるんですよ。私は早い？ああ、そうか。で、いいか、来ても。仕事がありますんで。いや、休んだっていいんだよ。お前一人ぐらいのことはどうにでもなる。あ、太郎どうした？ありがとうございます。課長さんのおかげで助かりました。おお、そうか。おお、病院入れてやったか。それはよく気がついた。いつもそういう具合に働かせよ。は、恐れ入ります。あ、電話で言っとったあの小野の協力隊はいつ立たせるんだ？今朝の10時に立たせます。おお、そうか。小野はいるな、うちに。あ、おります。あ、よし。お父さん、おかえりなさい。おお、びっくりしたわ。だってお家お帰りにならないでしょ。私かけてきちゃったのよ。お土産持って帰ってきたぞ。何？うん、例のお婿さんの候補者だ。あ、会ってきたが素晴らしいやったぞ。あら、私嫌よ。いや、僕のこと言いなさい。だって嫌なんですもん。きちんとしていけよ。精神体の恥にならないな。はい、はい、はい。おい、そら、胃の薬だ。あ、すいません。これ入れといてくれ。はい。金はお前にもやら。こ、なんす使い酔いの薬だ。兄貴、てめえで持つの恥ずかしいんだよ。お、お前やろ。俺いらないよ。お前やろ。いらないよ。じゃあ、いただきだ。誰だ。あ、あの、小野さんいる？え、兄貴ったら。なんだ？ちょっと相談があるんだけど。相談？じゃあごめんなさい。あの、ちょっとここじゃ困るんだけど。困る？じゃあ木下さんのとこ行こう。分かんな。あ、諦めろ。そんなことはないよ。兄貴に限って。小野いるか？いらっしゃいませ。ご苦労ご苦労。小野どうした？あの。ちょっと出かけました。どこへ？あの。どこ行った？は、
木下さんのところへちょっと行ってみて。ああ、いやいや、足行く足行く。あきれたな。あんたがそれほど意気地なしとは思わなかった。体当たりですよ。絶対に他の男とは結婚しませんって言うんだ。だって。だってどうなんです？だって、お父さん頭から押さえつけちゃうんですもの。よし、わし行ってきましょう。どこへ？親父に会ってるんですよ。え？ああ、社長。おい、おの、聞こうじゃないか。お前の口からはっきりはっきり。ん？いや、おい、お前たちが本気ならわしは反対しやしないぞ。いや、お前は見どころのある男だ。わしだって裸一貫からこうして叩き上げてきた男だ。何ですか？いや、お前たちの結婚は反対をせんと言うんだよ。違いますよ。何が違う？お嬢さん、敏夫さんと結婚がしたいんですよ。敏夫？あの、川上とか。そうです。本当か？本当ですとも。しかし、あいつこの間来たとき、わしに何も言わなかったぞ。諦めてるんです。諦めてて何を？いや、わしは川上にもうすぐやらんなんて言った覚えないぞ。それは敏夫さんにも訳があるんです。そりゃ誰にだって訳がある。おい、おの、本当の男なら渡って砕けるわじゃないか。なぜ、なぜはっきり言わんのだ。でも川上の根性ありゃ逃げ切らんよ。そんなことありませんわ、お父さん。そんなことない？そんならなぜお前だってはっきり言わないのだ。そんなぐうたらめえの、ほら、結婚は反対だ。私、敏夫さんと結婚します。お父さんがおっしゃるような、そんな育児なしじゃありません。そんな顔なすってもダメですよ。とにかく社長。いや、まあまあまあ、この話は待ってくれ。いや、しばらくこの話は、まあ、でも、いや、まあまあまあ、いや、まあまあまあ。線は入る約束になっとるんだが、何の通知もないのですか。うん、いや、そりゃご心配でしょう。じゃあ後で。困ったことになったな。武器工場ですか。うん、どこの工場だって同じようなもんだが、石炭ばかりじゃないんだ。例の南からの船団が入らなかったら、それ資材にだって困るんだからな。やりましたな。ああ、子供もがいるか。太郎が全開しましたんで、あやこがご挨拶に行って。お忙しいから。ああ、いいよいいよ。おい、太郎。じゃさん、こっちは。ああ、こっち来い来い。おお、来たか来たか。ああ、よかったな。よくなったな。はい。ありがとうございました。だんだん元気になりました。はいはい。はい、よかったよかった。社長、運営会からです。ああ、関根です。え？明朝。石炭船が入港する。おい、入る入る。おい、第一代の協力隊を今晩乗せるような手はずしてくれ。はい。早々手足を伸ばす暇もなく、全く申し訳ないのだ。
あの船の石炭は一刻を争っているのだから、ぜひ君方の力を頼む。やってくれ、頼む。はい、はい、行こう、行こう。あいつに騙されてるんだ。女の根性は一生治らねえ。お父っつぁん、お父っつぁんの仕事ずいぶん義理人にはやかましく言うんじゃないの。太郎のことだって小野さんは全部貯金を投げ出してくれたのよ。お父っつぁんにその話全部話したじゃないの。まだ分かんないの。お父っつぁんは自分のことだけしか考えてないのね。小野さんは他の人から今の仕事辞めろって言われても、俺は辞めない、俺は一生玉運びをして暮らすんだっておっしゃるんじゃないの。他の人なら誰だって出世はしたいし
楽な仕事をしたいと思うわ。私、小野さんとこ行きます。おい、ダメだよ、行けねえよ。勝手に行け。姉ちゃん。ああ、行けねえ、行けねえ、な。小野が好きかい。もう少し身に染みさせたったらどうですか。いけないよ。姉さんも今須藤さんとこ行ってんだろ。だから帰った方がいいよ。いいから帰れよ。ねえ須藤さん、考えてくださいよ。落ち着いてくださいよ。だって弟も怪我をしてるんじゃありませんか。あの、ちょっと見ててくれ。どうして須藤さんってはわからない人なんだろうな。おい、バカなこと言うな。あの人はいい人なんだよ。どなた？あ、お父っつぁん。班長。バカなことやりましてね。おの。え？すまなかったな、小野。俺が間抜けで頑固だったんだ。お前たちも俺たちのおかげで随分嫌な思いしたろうが、今日から水に流してくれ。須藤さん、流すも流さないも何もありゃしません。なおい。須藤さん、すいません。いや、こっちこそ悪かったんだよ。ああ、おの、こんな娘だから頼むよ。な。おい、須藤いるか。お、おの、怪我はどうだ。すみません。おい、明日は仙台も入庫するぞ。はい、そうですか。班長、待って。おい、なんだ、お前こんな体で行かれるか。もう、待って待って。休め。お、社長呼んでるぞ。お。な。あとは俺たちがやるから。お前、ゆっくり休め。頼むぞ。頑張れよ。はい、大丈夫だよ、大丈夫だ。いいか、各工場はこの船団の入港を日照りの雨のように待っているんだ。橋家二役は橋家を総動員し、沿岸二役は貨車や自動車への積み込みを手薄に引いて待っているんだ。いいな、この橋家に貨車や自動車に荷が詰めるも詰めるも、わしたち船舶二役の方にかかっているんだ。明日こそは沖中氏の腕と息を今限り示すんだぞ。社長さん。トシ、どうした。社長さん、お願いです。明日の二役には私にも皆さん同様の仕事をさせてください。そりゃ意外か。でも弟がこの大切な時にとんだご迷惑をおかけしてるんです。いや、心配しなくたっていい。社長さん、弟の代わりに使ってください。どんな荒い仕事でもします。やってみせます。社長、使ってやってください。どこだ？
謝るぞ。よし、わしも行こう。みんな行け。はい、寝てりゃわしらはお岸の恥です。バカ野郎、そんなことしてもしことあんでもなったらどうするんだ。社長さん、お願いです。源ちゃんを弟を連れてってください。社長さん、お願いです。社長さん、わしら班長の指揮が一番働けるんだよ。社長、お願いします。お願いします。お願いします。やるな。へい、やりますぞ。あの船を見てください。やらなきゃ申し訳ありません。そうか、じゃあ来い。爆風に撫でられたぐらいでした。大変やられましたな。あのくらいで済んだのは船員たちの努力のおかげですよ。実際よく働きますからな。実に働きます。しかし怪我人を出しましてな。口が利けるんだ。よくやったな。川上、おじさん。船長から聞いたぞ。お前だったのか。ご苦労だったな。おじさん、皆さん元気ですか。元気だ。明日病院行くぞ。おい、投げ。しろよ。現地はいらんから何でも言ってよこせよ。いいか。
お知り合いですか。親戚同様の男ですが、重傷でしょうか。いや、心配はないようですよ。しかし、実に勇敢な男でしたな。川上が重傷に屈せず持ち場を守ってくれなかったら、今頃本線はどうなっておりましたかな。大した手柄です。小野。はい。三番その二は明日一番の貨車に積むんだぞ。大丈夫です。おい。あ、兄貴、ママ、任せてくれ。やったな。おい、小野の本線の機銃機が止まったぞ。船長、あの機関部の故障ですか。うん、爆撃で損傷を受けたのを無理をしてやってきたんでな。あのよっぽどかかりますか。負傷者が出て人手が足りんのだ。杉山、お前機械工場にいたことがあるんだな。船長、機械維持のできるやつもおります。で、力仕事なら何でもやります。わしらを使ってやってください。班長、わしもやる。班長、自分たちもやる。わしらもやらせてくれ。おい、おいらもやるよ。おい、一等機関士を呼べ。機関士を、どこですか。よし。はい。本線の成績は若にいいじゃないか。社長、小野の本線の故障はまだ治りませんか。ああ、困ったよ。お、社長、治りました。夜食をすぐに送ってやってくれ。はい。いかがでした。いや、沿岸二役の方はうまくいっているんだがな。こうなると車レバーの方には心配ですな。明日の一番列車に間に合うでしょうか。いや、本線は必死なんだ。いや、何でもやるようにって今この班にダメ取ってきた。おや、事務室徹夜よ。社長さんお帰りになりました。そう。じゃあ私ちょっとお食事持っていくから、あと頼むわね。お父さん、
うん、ここ置いてけ。お疲れになったでしょ。うん。あ、知っているか、川上が負傷してこの港にいること。ええ。明日、うん、行ってやれ、喜ぶぞ。わしは人を見る目があるとうぬぼれていたが、川上にはしくじったよ。ああ、立派な男になりよった。今度はお前に負けたぞ。そうか。あ、確かな、そんなはずじゃなかったが。ああ、そうだ。お前もこの仕事終わったら小野と結婚するんだな。わしがなことしてやる。すいません。よしよし、チョコ。小野の本線が間に合いました。社長、全部間に合いました。間に合ったか。おう、ご苦労。俺たますと